皆さんご苦労様です。昨日参議院の特別委員会で与党は、締めくくり総括質疑と採決の強行を図ろうとしたわけでありますが、断固反対するという野党の結束した力によって、これまでのところまだそれをできないでいると押しとどめてきたということは大事な一歩だというふうに考えております。で、二つ私言いたいと思うんですが、一つはですね、やはりここにはですね、国民の世論と運動の力が働いていると、この力が与党を縛って、採決になかなか彼ら議会多数持っているわけですから、これ決断すれば採決ということができるわけですけれども、その与党を縛って、採決ができない状況をずっと続けているというのは、これはですね、何よりも国民の世論と運動の力だということを言いたいと思います。で、昨日の国会前の行動というのは随分報道もされましたけれども、本当に雨の中ですね、深夜未明まで、続々と人が駆けつけると。で、しかもテレビのインタビューなど聞いておりましてもね、テレビの報道を見ていても立ってもいられないと、もう国会前に行かなければと、もう一人一人がそういうふうに自発的自覚的にですね、立ち上がって国会前に駆けつけると、こういう状況というのはやはりまさに戦後かつてないね、新しい国民運動がこういう形で現れているということは本当に確信が持てるんではないでしょうか。で、私たち の行動のはですね、この国民の世論と運動に支えられているということに確信を持って最後まで頑張り抜こうではありませんか。からもう一点はですね、与党の暴走には一かけらの道理もないということであります。で、中央公聴会、地方公聴会に続いて、採決の強行を図っていろうとしているわけでありますが、公聴会というのは、これは、国民の意見を広く聞き、審議を充実させるためのものであって、採決のための通過儀礼では断じてないと、こういうことを言いたいと思います。で、中央公聴会、地方公聴会で寄せられた声というのは、極めて真摯、多面的かつ豊かな内容のものだと私は思います。で、それをですね、こう昨日地方公聴会にの内容をたった1枚 の紙で、一人一人の公聴にたった4行から5行 の内容で全くまともに報告しようとしなかったというのは、こう歴史的なお点を残すような、文章だと思って私は見ました。で、昨日の地方公聴会を取ってみても大変印象的だったのは、広渡前日本学術会議会長の専修大学教授の広渡さんがですね、与党の暴走について、これは平和主義、民主主義、立憲主義の破壊であるとともに反知性主義を感じると、ここまで断罪したというのは、これは本当に重大な発言であって、で、この声にですね、与党は耳を傾けようということを強く言いたいと思います。国民多数が反対し、憲法違反がこれだけはっきりしそした法案です。そして公聴会という国民の声を聞いた後の採決というのは国会のルールの破壊です。ですから与党の やろうとしていることは一かけらの道理もない、大義は私たちの側にあるということを確信を持って頑張り抜きたいと思います。最後にこれからの戦いでありますが、参議院で採決を許さないというための戦いを引き続き頑張り抜きたいと思います。同時に自民党の国対委員長が、衆議院での3分の2ということも言い出しております。ですからこれはとんでもないことであって、もしそういうことになるとすれば、これは国民多数の民意を無視するだけじゃない、人性を破壊する暴挙であって、絶対に許すわけにいきません。ですから参議院での強行も許さない、衆議院での3分の2も許さない、両方とも許さないという点で衆参議院団一体になって頑張りに行きたいということを決意を固めまして、私のご挨拶といたします。頑張りましょう。